実際にある家を参考にしてみましょう。まずは自分の家を作ってみるといいですよ。勝つには背後を取りつつ攻撃することだ。相撲の発想飛びのような変化を作ることも大事だ。みんなも実践してみよう。耳での攻撃は相手を狙うんじゃない、当たるんだという気持ちで打つんだ。コマンドは英語を使ってますが難しくはありません。英語がわからないからできませんと言い訳したらダメ。中学生から、高校生から、大人になって覚えるんですか？じゃあいつやるの？今でしょう。今日のテーマはこちら。ミニゲームや脱出ゲーム、RPG マップに使えるアドオン、エクストラタグプレイヤーアドオンについてです。どうも、トライトです。今回は超有能なアドオンであります、エクストラタグプレイヤーアドオンについて紹介いたします。こちらのアドオンを簡単に説明すると、プレイヤーの上に表示されているネームタグの表示、非表示にすることができ、プレイヤーの大きさの変更、さらにスニークをするとスニーキングというタグがつき、スニークをしたプレイヤーに対してのコマンドが使え、メインハンドに持っているアイテムをスコアボードで数値化され管理ができるなど、様々な機能があり、ミニゲームなどのマップ作成者用の素晴らしいアドオンとなっております。こちらのアドオンはワールドマインクラフトやマインアド、マインクラフトコロニーで配布しております。マップ作成者の方はぜひダウンロードしてみてください。そしてエクストラタグプレイヤーアドオンの作成者のガムカムイさんに許可を得て紹介をしております。本当にありがとうございます。エクストラタグプレイヤーアドオンについて紹介いたしますが、アドオンの内容が多いので数回に分けて紹介していきます。そしてダウンロード方法やアドオンの入れ方については省いていきます。詳しくはワールドマインクラフトや GitHub などの説明のところをご覧ください。今回紹介するのはこちらのタグ説明1について紹介いたします。タグ説明1の内容として、プレイヤーにある特定のタグをつけることで様々な効果やステータス変化をもたらすことができます。まずはネームタグの非表示です。ノーネームタグというタグをプレイヤーにつけることで、頭上に表示されるネームタグを消すことができます。これはプレイヤーごとにでき、表示される人とされない人が出てきます。コマンドの内容として、タグ、セレクター、アド、ノーネームタグと入力すればネームタグを消すことができ、逆にタグ、セレクター、リムーブ、ノーネームタグでついているタグを消すことでネームタグが表示されます。鬼ごっこや人狼などネームタグで位置割れしたら困るゲームの時に使えます。ちなみにタグがついているプレイヤーに近づくとネームタグが表示されます。タグコマンドである特定のタグをプレイヤーにつけることで、このような特殊な効果がつきます。タグコマンドでプレイヤーにつけていきましょう。この後はコマンド入力の部分は省略していきます。タグ、セレクター、アドの後にタグの名前を変えましょう。続いて水に触れるとダメージを食らってしまうタグです。ウォーターというタグをプレイヤーにつけることで、水の中に入るとダメージを食らってしまいます。さらに雨に当たることでもダメージを食らいます。毒沼に入ったということにするときや、毒の雨に当たったということにする場合に使えるかと思います。続いてゾンビと同じように日光に当たると思います。バーンライトというタグをつけることで日光に当たると燃えてしまいます。水とは逆になりますね。月光モリアに影を奪われたらこのタグをつけるといいですね。夜と影しか動けなくするのに使えそうですね。穴暮らしでしか生活できないサバイバルをするときにこのタグを入れるといいかもしれませんね。続いてはプレイヤーの大きさを変えるタグです。まずスモールのタグをつけることで体が約1メートルくらい小さくなります。1ブロック分の大きさになるので小さな穴に入ることができます。さらにベリースモールタグをつけるとさらに小さくなります。ハーフブロックの隙間も通ることができます。脱出ゲームなので小さくなって通るということができそうですね。ただ目の高さは普通の状態と同じなので変な感じになりますね。そしてビッグタグは体が3メートルくらいになり、ベリービッグタグは4メートルくらいになります。体が大きい分普通なら通り抜けれる場所が通り抜けれなくなります。オープニングで大きくなって主役感を出せますね。大きさに関してのタグは以上です。続いて通常では手に入らないアイテムをもらいます。まずギブアイテムというタグをつけた状態でスニークをして解除すると、なんとポータルや不可視の岩盤などクリエイティブでも手に入らないあのアイテムやこのアイテムが手に入ります。続
続いては面白要素のタグです。スティーブボイスというタグをつけるとダメージを食らった時になんとスティーブの声が聞こえるようになります。なんかほっこりしますね。続いてモブに標的にされないタグです。ノーターゲットタグをつけるとゾンビやスケルトンなどの敵モブから狙われなくなります。チーム戦で片方が召喚士になって敵モブを召喚し、もう片方が召喚されたモブを倒していくゲームなんか作れそうですね。注意する部分もあり、すでに狙われている状態でこのタグをつけてもそのモブは襲ってくるので、タグをつけるタイミングには気をつけましょう。続いてはしごが登れなくなるタグです。ノークライムタグをつけるとはしごが登れなくなります。まあ脱出ゲームで最初ははしごを登れなくして、ある条件を達したら登れるようになるというようなことができますね。意外と使えそうなタグかもしれませんね。続いてチームを作ることができるタグです。チームは4つあり、レッド、ブルー、イエロー、グリーンの4チームあり、同じタグのプレイヤー同士だとお互い攻撃が当たりません。自分のミニゲームだとスペランカーバトルのチーム戦をこちらのタグで作ることができます。チーム戦の PVP を作るときにこちらのタグは使えます。続いてはプレイヤーのステータスに関するタグです。まず HP を変更できるタグです。タグを追加するときにタグ、セレクター、アド、HP の後に数値を入れることで最大 HP を変えることができます。 HP の後の数値は1から150まで入れることができます。 HP1 はハートがなくなり、 HP20 が通常の HP となります。あとは自分で HP を調整しましょう。スペランカーバトルをするなら HP1 を入れるといいでしょう。他にもレベルアップしたら HP が増えていく RPG 要素も作れそうですね。続いてプレイヤーの攻撃力を変更できるタグです。こちらもタグを追加するときにパワーの後に数値を入れると純粋な攻撃力を変えることができます。エフェクトとは違い、プレイヤーが本来持っている攻撃力を変えることができます。なのでやられてもそのままで攻撃力が変わることはありません。数値は0から150まで変更ができ、0だと全くダメージが入りません。ただ装備をすればダメージが入るので大丈夫です。これもレベルアップで攻撃力が上がる RPG 要素が作れますね。最後にプレイヤーの移動速度を変更できるタグです。こちらも同様にスピードの後に数値を入れるとプレイヤーの移動速度を変えることができます。数値は0から99まであり、スピード10が標準の速さで、それより下だと遅くなり、上に設定すると速くなります。RPG の職業で盗賊になると移動速度を上げてみたり、重戦士になったら移動速度を下げてみたりするといいですね。このようにプレイヤーの HP、攻撃力、移動速度を変えることができるタグはいかがでしょうか。続いてプレイヤーに一度だけダメージを与えるタグです。エフェクトのインスタントダメージに近い感じのタグです。ダメージの後に数値を入れることで数値に応じたダメージを食らいます。数値は1から150までで一度だけダメージを与えます。ダメージタグを入れてダメージが入った後に自動的にタグは外れます。続いてプレイヤーの頭上に数字を表示するタグです。こちらは改造用リソースパックをダウンロードして入れることで使うことができます。ナンバーの後に数値を入れることで、このように頭上に数字を出すことができ、自分自身でも確認ができます。数値は1から30まで入れることができます。さらに頭上に画像を表示するタグもあります。こちらも改造用リソースパックを入れることで使います。イメージの後に数値を入れることで、このようにプレイヤーの頭上に画像が表示します。数値は1から70まであり、このようにいろんな画像があります。面白い画像もあっていいですね。リソースパックの画像を変更することでオリジナルの画像を頭上に表示することができます。マロンちゃんかわいいね。頭上に画像表示ってことでハイブのハイド&シークの煽りみたいなことができますね。最後にエクストラプレイヤーというタグについてです。こちらは内部処理で2秒ごとについたり外れたりします。なので自分でつける必要はありません。内容は先ほど紹介したタグがつくと実行してくれるタグです。その逆のタグもあり、ノットエクストラプレイヤーというタグがあります。このタグをつけることでノーネームタグやスモールなどのタグをつけてもそれが実行しなくなるタグです。その人だけ様々な効果やステータス変化しないようにできます。
以上、脱出ゲームやミニゲーム、RPG などマップ作成に役に立つアドオン、エクストラタグプレイヤーアドオンについて紹介いたしました。今回は説明1について紹介しましたが、他にもまだまだありますので後日紹介いたします。ゲーム内でわからないことがあれば、ファンクションタグヘルプコマンドを実行すれば、このようにタグの説明の一覧を見ることができます。こちらのアドオンの使用方法ですが、まず二次配布は配布ワールドに組み込む以外では禁止です。こちらのアドオンをそのまま配布することは禁止しておりますが、自分が作ったワールドにこちらのアドオンを入れて配布する場合は問題ありません。ただその場合は GitHub のコメント欄や Twitter の DM にアドオンを使わせていただきますなど許可を得てから配布しましょう。配信などで使用する場合はこちらのアドオンの名前を概要欄等に表記しましょう。さらに配布先のリンクも貼るといいですね。ミニゲームや脱出ゲームを作るときにこちらのアドオンを使って作るとミニゲームの幅が増えていきますね。ぜひこちらのアドオンを利用していろいろ作りましょう。以上、エクストラタグプレイヤーアドオンの説明でした。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。